眉の、あの山から眉尻、特に結構長いですね、うん、こことかもう必要ないとこまで来てるんで、これもしかしたら取る方がいいですよね、はい、でまず山を決めるところ、どこでしょう、黒目の端の上、そうですね、そこら辺、はい、そこから左に下ろしていくときに、ちょっと横側を見たときに、この目のカーブに平行になるようなところに、はい、そう、ありますね、はい、一瞬、うん、書いてくださいよ、はい、それで、うん、そうです、そうです、はい、ちょっと今の動き見てたら、クッくっくっくってなってますね、上上げようとしてますね、そしたらここ、あの、そう、あ、そうそうそう、でそれある程度書いたら、今度ちょっとペンをもう一回ここにつけてもらって、そ、今度は同じ山の今書いたこう入れた逆の方向に、ちょっと下の方がいいと思う、上が結構毛があるから、そう下を、うん、なんか入れていってください。その時にちょっと一本の書くラインがスーッと前頭まで来てますよね、山からちょっと3分の1ぐらいにしてください、まずはちょっちょっと、そうそうそう、そこが濃い、そこは濃くなってもいいところなんで、はい、でだん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 そうやって近づけていって、眉頭は少なめで、そうで、その描いてるタッチが同じところを今枝ってますよね、こうやって眉頭は行けば行くほど太くなりたいわけです、そこから同じ、そう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 、いいですね、なかなか、うん、飲み込みが早いですよ、そう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 、そうしていくとだんだん薄くなってついていくわけです、でまだこれでも細いので、こうカクンカクンってなってるでしょ、から付け足していくときに、この細い方、これがまたこう繊細なタッチができるようになってて、細いからその山のところ、そこら辺をちょっと太くしたいな、そう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 、で下へ下へ、もうちょっとそこ下へスーッと入れてください、で太めになっていくように、眉頭をもうちょっと太めに持っていくようにしてください、そうそうそう、